はい、たまたま、ゆいチャンネルの動画とエラフレイヤーの動画横に並んで、ともに13時間前の配信ということで比較してみたくなったんですね。ゆいチャンネルの方は8700回、エラフレイヤーの方は2万6000回視聴されてますね。エラフレイヤーの方が自力に勝るって感じですね。